GM チャンネルスタッフ皆様どうも GM チャンネルの大山と藤原です。さて今回も引き続きまして、こんにちは、オケちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、私が、はい、あれ何するんでしたっけ。あ、そうですね、プラチナチケット期間限定のやつがあるんで、はい、これがね、私ね40連分ございますので。めっちゃありますね。これを引くんですけど、はい、私はですね、はい、バーって見ていきますと、欲しいのがもう大体4人ぐらいに決まっておりまして、はいはいはい、今一番上のワグナスと、はい、クジンシ、はい、あとボクオン、はい、あとですね、ちょっと私女の子をちょっと手に入れないとどうしても満足できない人なんで、はい、もうどっか行っちゃいましたけど、ミリアムが欲しいです。ミリアム、はい、ミリアムは炎の術師の、そうなんですよね、可愛いんで。レオニードは、レオニードはですね、男なんで、そうですね。うん、じゃあもうレオニードは出ても使わない、出てもまあちょっとそこまではで、はい、早速やっていきます。はい、楽しみ。これでちょっと10連じゃなくて5連ずつなんで、そうですね、そう、あ、そういうことですね。ちょっと刻んでいく感じになりますけど。確かに確かに。でもこれ結構出ますよ。マジです？あ、出ます出ます。僕も、うん、要はここのピックアップキャラじゃないんですけど、SS は結構出ました。はい。全然出ないですよ。2、3体ぐらい出ましたね。これもうウォーミングアップ、ウォーミングアップですよ。嘘ばっかりです。もうだっておしまいですもんね。まあ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 。まあ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 。出るんでね。はい。40連でこのチケットのガチャがいく、何体 SS が出るかっていうのを皆さんちょっと。確かにしたい。あ、気持ち来ましたよ。ありがとうございました。さすが爆発って前に。ああ、これは爆発はしないんで。ね、ナイトハルト。ナイトハルト、ロビン。ロビン。パッパラ。アバラ。お、インディ。ウインディ。ルイ、ん？出ないじゃないですか。シリーズは満遍。いやいや、まだ10連しかない。はい、言うてもまだ10連しかしてない。そうです、そうです。白ウサギ始めました。当てちゃダメですよ。あー、ここで蹴ったら SS！ あー、そこで蹴ったら SS なんですね。確定なんですね。なるほど。はい、あ、掃除。掃除、ボルカノー。リッチがぜーの。あ、ケルートだ。あら。テティス。すごい。人外2人。私ね、テティスもね、はい、ちょっと SS でそろそろ出るかなと思って地味にちょっと育てていってるんですよ。ああ、なるほど。確かにこの先の SS を予想して育てておくのは大事ですよね。そう、でもやりますよね。やっぱ可愛いキャラね、出やすいんですよ、SS で。なるほどなるほど。まあそうなると女の子ですよね。タッチアナの SS が出ると思わなかったな。出ると思わなかったですよね。出ると思わなかったですよね。タッチアナはロマサガ3の中ではあんまり使わないキャラだから、みんな、もうみんなあんまり好きじゃないかと思ってました。あーあ、お、ああバイメイニャン、バイメイニャン。お、いっぱい来た。おもちゃ出るんですよね、SS。出ます出ます出ます、はい。ポンポンといきますけども、はい、これでも30連目ですもんね。30連ですね。え、もうそんないってます？30連ですね。残り50枚だったんで、はい、あっという間でした。じゃあもう言うてる間にもうじゃあおしまいですか。もうこれが終わったらラスト10連が待ってるんじゃないでしょうか。マジか。あれ、こんなクローディア持ってたっけ。いや、もう見たことないっすね。あれ、私持ってないんじゃないかな。あ、あ、持ってなかった。あ、地味に新キャラいっぱい手に入ってますよ。新キャラ入ってましたか。はい、もう私もちょっと SS しか生になかった。ケルートも新キャラでしたし。あ、本当ですか。そうですよ。クローディアはほら弓のマスターポイントを上げるのに大事ですから。ありますね。大事です大事です。そう、今なんか自由のマスターポイントがなさすぎて、はい、ないですね。確かにロボットも全然手に入ってんねんな。そうそう、だから今ロボット系を育成中ですけども、はい、それがなくてもエミリアは十分強いですけどね。強いですね。エミリア強いですよね。まあ、教授も一応10なんで、教授も、うん、欲しいっちゃ欲しいけどって感じです ね。教授プレイヤーキャラじゃなかったから教授が来るとは意外でしたね、うん、本当に。さあ、もう私最後なんですけど、はい、こんなことってあるんですか。出ます出ます。信じましょう。性質が信じましょう。いや一番寂しいやつ。そんなことある。うわぁ、マジか。これも次最後ですよ。はい。あぁぁぁぁぁぁ、これは一本の動画として成立するのかっていうところまで不安になってくる内容ですけど。いやぁ、もう許さないぞ、俺や。全然出なかったですね。出ないですよね。だって私も1日1回のおばちゃんも引いちゃったし、もう引けるのないですもん。私ね、これはね、はい、新しいキャラが追加されるんじゃないかと思って。なるほど。ずっと貯めてるんですよ。なるほど、なるほど。もう今90連ぐらいですか。すごい。なんでさっき
さっきというか前回の動画でオケちゃんがこれに挑戦した時にそれを言ってくれなかったんですか。いやソフィア欲しいやろなと思って反論ができないから、まあ、確かに主婦も欲しいし4体出てますからね。そうそう言うても言うてもね、はい、ちなみにこの12時のタイミングで出てくるこの妖精さん、歩いてる妖精さん、音符の妖精さんからは期間限定プラチナガチャチケが3枚確定で、はい、そうなんですか、ね、あれでも今なんかあれ情報、僕もスタミナ回復剤でしたね。ポケちゃんもそうでした。あ、そうですか。あ、嘘かもしれないあんまり信用しない、はいはい、ということで、もう今回はこれで終了でございます。はい、皆様ありがとうございました。この動画面白かったなと思っていただいた方はほぼおそらくいないと思いますが、既得な方はぜひグッドボタンを押していただければ幸いでございます。はい、そうですね、慰めてほしいです。そうですね、せめてグッドボタンで慰めてほしい。ずっと試してたんでね。そうですね。本当に、はい、あのコメントでも、何かいただければ幸いでございます。はい、チャンネル登録も、ガチャ動画、いっぱい出していきますので、ぜひしていただければ幸いでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。